皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間、いつもご覧いただきありがとうございます。今回はトヨタのスポーツカーの真髄に触れたいという思いから 2000GT をチョイス。長谷川から販売されているキットを組み立て理解を深めていきたいと思います。早速トヨタ 2000GT はどんな車だったのか紐解いていきましょう。1965年の第12回東京モーターショー会場には熱気と興奮が渦巻いていたようで、その中心に1台の車がネーミングの発表と同時に人々の前に姿を現したのです。それは日本の自動車の歴史の中でも白尾の1台としてあまりにも有名なトヨタ 2000GT のデビューでした。流麗なボディ、トヨタ初の乗用車用 DOHC エンジン、ローズウッド張りのメーターパネルにマホガニーウッドステアリングなど、開発パートナーのヤマハとの共同によるクラフトマンシップに満ちた仕上げがなされていました。その後 2000GT はプロトタイプがレースで活躍、世界新記録と13の国際新記録を打ち立てるなど、期待はますます高まりました。こうして1967年4月、トヨタが世界に誇る最高級グランドツーリングカーは発売されたのでした。生産台数はわずか337台、赤字生産が続き、1970年で生産が終了。自身もスポーツカーに乗っていることもあり、スポーツカーの原点を知ったり感じたりする意味を込めて丹念に制作していきたいと思います。それでは早速制作開始。まずは仮組から。箱を開けてみると、なんとも小さなボディに、こんなに小さかったっけと驚きつつ、パーツと説明書を確認。キット内容としてはボディにシャシー、内装パーツに下回り、ホイールや外装パーツはメッキ調の加工がされ、エンジンの再現こそはありませんが、実車を参考にボディの調整や塗り分けをしっかり行えれば流麗できらびやかな 2000GT が出来上がると確信しました。ボディカラーは特別な1台になるようにトワイライトターコイズメタリックに設定。完成を描きながら仮組を進めていきます。まずは足回りとなりますが、メッキ調加工されたホイールとブレーキディスクはギラギラしすぎなので仮組後ハイター行きとします。セメダインハイグレード模型用接着剤で説明書通りに組み立てを行っていきます。仮組なのですぐに解体できるよう接着剤は少なめで進行。組み立てやすく2分割されたウィンドウとボディの相も良く、ストレスなく組み立てられそうです。ボディとシャシーの組み立ては最後にフロントアンダーパネルを組み付ける仕様となっていて、しっかりとした密閉感があり、より実車らしいフォルムが期待できそうです。次にボンネットの切断です。このキットが発売された後、エンジン付きの同キットが発売されたようで、このキットの開発当初からエンジン付きを見越してなのか、ボンネットが切り離しやすくモールドされており、筋が不自然になるため、ボンネットをボディから切り離し、ボディ側に受けを新設した上で製作を進行していきます。ボディとボンネットが接続されている部分、全部で4箇所、調光ブレードで少しずつ削り取り、ボンネットをボディから切り離しました。削った接続部分は後ほど紙やすりで滑らかにし、ボディ塗装への準備といたします。次に筋彫りを行っていきます。
使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで 0.15mm の刃を装着したものとタミヤの P カッターとなります。用途としては調光ブレードは全体的な筋彫り、 P カッターは刃幅が調光ブレードよりも広いのでドアやボンネットなどの開閉パーツ部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたりボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまいリアルなシャープさが欠けてしまうのでそうならないためにもしっかり丁寧に彫っていきます。といってもあまり深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったりパーツが貫通し割れてしまう場合もありますのであくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5回を目安に、なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他のパーツとの差を明確につけるためにも P カッターを使い太めのラインになるよう意識しながらしっかり彫っていきます。次にボディの調整加工となります。まずはキーシリンダーがモールドされていますが、こちらはアドラーズネストのブラインドリベットヘッドを取り付けるのでモールドを切り落とし紙やすりで鳴らしておきます。説明書を確認したところ、リアパネルにいくつか穴を開けなければいけないのでキーシリンダー部分は 0.8mm、 ナンバー取り付け部分の穴は 1.5mm、 テールライトの取り付け部分の穴は 1mm と、それぞれピンバイスを使用し裏面、表面から穴を開けていきました。他にもフェンダーミラー取り付け部分に 0.6mm のピンバイスで穴を開け、それぞれ穴の表面を紙やすりで鳴らし、ボディの調整加工が完了です。続いてこの赤線部分のパーティングラインを消す作業、その他にバリなどを取り除いていく作業となります。メーカーの製造過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているためどうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは面がより滑らかになるなど仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディを真上から見た際縦一直線に入っている場合が多いので実際に指で触り段差を確かめながら作業を進めていきます。作業手順としては800番程度のペーパーヤスリでボディ全体にあるパーティングラインを水取りで取り除いていきますが、取り除く際の注意点として細かなプレスラインもありますのでその部分まで削ってしまわないよう注意が必要となります。カーモデルの場合、前後バンパー周辺ボディを真上から見た際にリアからフロントまで一直線にパーティングラインがあり、特に前後バンパー周辺は頑固なラインが形成されていることが多いので根気よく処理をしていきます。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのヤボブラックを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業になります。またパーティングラインを消すためにボディ表面を削ったりヤスリの跡が残ってしまった場合は必ずサフェーサーを拭いて
コント層の前に表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理で滑らかな表面を作り上げるかが重要なことかと思いますし、下地の段階からこの表面を意識しておくと、後々表面仕上げの工程で時間を短縮できたりするなど効率が上がります。サフェーサーを拭き、パーティングラインも消え、綺麗なボディラインになったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。